俺でいいのか？無限に広がる次元の遥か彼方、人間と魔物、二つの相入れぬ存在が手を携え共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼでは、この日年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちでにぎわっていた。読めたぞ。あの景品を手に入れる完璧な作戦が。すごい、さすがね。よし、私だって。要は当たればいいのよね。当たれば。時は来たれり。魔物が人を襲うなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え、じゃあホミロンも。ホミロン、よかった、この子は平気みたい。だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ。まずは俺が城の裏手に回り、こっそり中の様子を伺ってくる。その間にお前は、もしかしていつもの長い作戦？悪いけどパス。私たち王様の親衛隊でしょ。早くギルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく、一人じゃ何もできないくせに。準備は大丈夫？念のために戦い方をおさらいしようよ。まずメニュー画面を開いてアクション一覧を確認してみて。こんなところにまで魔物が。倒して進むしかないようだな。
これをやってみて。はっはっ。うんうん、いい感じ。じゃあ次はこれやってみて。また魔物発射。灼熱戦闘でやっつけるしかないわね。おすすめの攻撃を使って何とか乗り切ろう。燃えろ。次は特に呪文のおさらいだよ。どっちも MP を消費して使うんだ。画面の左下にあるのが MP ゲージだよ。早速特技を使ってみよう。煉獄斬り。魔物も一通りやっつけたみたい。さあ先を急ぐわよ。通路を塞いでいる邪魔なものはジャンプで飛び越えられるよ。あ、魔術師だ。離れたところから魔法で攻撃してくるよ。気をつけて。魔法が飛んできたら落ち着いて見かわしをすれば避けられるよ。正面からの攻撃には防御だ。できればダメージを防げるよ。ここの魔物も片付いたな。急ごう。玉座の間はもうすぐだ。もうここにも魔物？急いでやっつけなきゃ。よし、ここにいる魔物は全て片付いたようだな。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくっちゃ。なる我が親衛隊長よ。魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城も町もほとんど占拠されています。うん、早急に作戦を練らねば。まず玉座の前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいてきたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場に留まり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。うん、一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ。うん、魔物が攻めてくるたびに一人が攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつ。パス。
私はとりあえず襲ってくるやつを片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのは考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人力を合わせればいかなる軍勢も控えせようぞ。いざいざ奮い立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。攻撃を仕掛けてきたか。よし、俺の作戦通りに。もう長くてまどろっこしいからパス。要は片っ端から倒せばいいんでしょ。その通りじゃ。二人とも最後まで強力でないぞ。俺の作戦に隙はない。